とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、この装備使っていきますよ。バブルバスターだね、動画の中で、何回もね、バブルバスター欲しい欲しいってずっと言ってたら、いただきました。ありがとうございます。ギフトでもらっちゃいましたね。しかも、めちゃくちゃいいやつ。黄金スキルで、バーストボーストリングついて、で、エンチャントが、クールダウンショット、アーティファクトチャージ、そしてね、光をつけてます。これ光じゃなくって、もう一個は何かだったんだよな。あ、ちょっと忘れちゃったんだけども、光で、これ敵に攻撃しながら回復もできるんで、これめちゃくちゃいいんじゃないかなって、思います。まあ、とりあえず、使っていきましょう。で、今日行く場所が、ここに行こうと思うのよ。砂漠の寺院なんだけども、モブの 50% が、帯電を持ってます。帯電。これなかなかきついと思うんで、防具がこれ。輝くローブ。で、ポーションバリアがついてます。これでなんとか、進んでいけないかなと、思いますけども。どうでしょう。ちなみにこれも、もらいました。ありがとうございます。では行きましょう。バブルバスターはね、矢の数が、パープルストームの半分なんですね。なんで、ちょっと矢がすごく必要になるんで、早いところ、おお、来た来た来た。早いところ、矢を増殖させときたかったのよ。なんでよかったね。まあ、ナイトモードじゃないから、いきなり襲われるってことは、ないだろうし。ちょっとゆっくり。ここで、増やしていきましょうか。3000本ぐらいあればいいかな。3000もいらないか。2000本ぐらいまで増やしとこう。2100本。まあ、これだけあれば、クリアまでには届かれるでしょう。危ない。死ぬところ、死ぬところ。ちゃんとね、装備はしっかりしていかないと。やばい。まずい、まずい、まずい。よし。これ、あれだね。敵に変更がついてると、いかんね。こっちがバブルで包まれて死んじゃうんで、まあまあ、そういうデメリットも、まああるわな。仕方ない。それは受け入れましょう。よし。あ、キャプテンとかそういうでかいやつには、そうかそうか、バブルは効かないのか。でもまあまあ他のザクにはね、抜群に効くんで、じゃないですか。はい、またいる。できればね、後の方で出てきてくれれば嬉しかったんだけど、結構最初の方にいるな。これはなんだ、脅威か。脅威だ、 OK。 脅威3で、あと神秘3だから、洞窟のところにいるかな。どうだろう、洞窟あたりまで行ってみましょうか。洞窟まで来ましたね。どうだろう、3体ともここにいるかな。いる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 。これちょっと広いぞ。ちょっと待って、ポーションバリア使いました。9秒間ほぼ無敵なんだ。プレイヤーの HP 40% 減、これは死ぬね。一発食らえば間違いなく死ぬところで、何、プレイヤーダメージ 50% 減少。あ、違う違う。あ、モブの HP が 170% だ。まあ、もともとがね、50% こっちが上がってるんで、120% か。きついな、それにしても。うわ、雷がやっぱり。痛い。でも、あと1体。ここ取ってしまえば。いいけどね、ここで倒していきましょう。うわ、帯電がめちゃくちゃいる。まあ仕方ないね、 50% 帯電なんで。よし、なんだ、うわ、ナイトモードいけるかな。ちょっとこのままクリアを目指してみましょう。ボスのところまで来ました。ちょっと、あと1回死んだら終わりなんで、ワンパンで倒します。
きつい。めちゃくちゃきつい。で、キャプテンが4体だったね。変更点が1個しかついてない。ちょっと待って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 、これやばいじゃない。これマジか。これは相当まずい。オッケーオッケーオッケー。なんで お前らに大連がついてんだよ、本当に。勘弁してよ。あぶねえ。まあまあ、とりあえず倒しましたね。あとは、クリアまでだね。クリアが、きついんだよね。まあ、最後までなんとか、生き延びてみましょう。いけるかな、これ。よし、いった!クリア。ですね。よかった。もう最後の最後までこれ気を抜けないっていうのがね、きついね。しかもナイトモードがついとったからね。よし。これでなんかいいの出てきてくれればもう満足ですよ。おぉ。3回やり直したからね。では見てみましょう。最初武器だったかな?あ、違った。スパイダーアーマー。253。まあまあか。で、次。ここ。パープルストーム。見てみましょうか。性能を。まずは、スパイダーアーマー。ああ、悪くはな、いや。いらないか。いらないね。うん。お供え物にします。で、ここら辺も、いらないね。さっき出たやつ。で、パープルストームどうだ?ああ、いりません。うん。なんか、お供え物がめちゃくちゃ増えた感じだね。まあ、とりあえず、今日使ったこれ。バブルバスター。強い。強いです。敵のね、足止めもできるので、まあ、帯電ステージでも、まあ、なんとかクリアすることができました。ナイトモードになるとね、ちょっと出てくるやつも帯電つけて、いきなりビリって食らう時があるんで、まあ、それがないと、結構、いや、余裕でもないな。やっぱり帯電のステージは難しいです。でもこのバブルバスターがあれば、そこそこ、いけます。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。